ででんででで、ここで死んだらやり直そうか。俺もいろいろ考えたんだが、いろいろ考えたのがやり直してもいいのかもしれない。この野郎。おっ、うわー、この獣が。来たな、ゼロ。待ちくたびれたぜ。待たせたんだから、飽きなく死んだりしてサービスしてくれよ。うるせえこのハゲじじいが。おお、今日ずいぶんなんか動きがなんかあるだな。俊敏だな、当たってみし。こいつはそんなダメージ少ねえよな。そんななんか多くないな、他のやつに比べると。おお、ふわー、この獣、獣が。うわ、この拙者が拙者の家に変えたメック様のもとにはお主を見つけにしてやる。うわー、ちょっと待て待て待て、危ねえ、危ねえ、ついに勝った、ついに勝ったぞ俺は。ついにやつを撃退した。まだやり足りねえぜ。そうか、獣どもが。あと二人。
し、危ねえ。あなたみたいな人を待ってくるやつ。帰れ、帰りやがれ。よっしゃー、来たー、ついに来た、来たぞ。絶対許さん。ふん、俺はてめえらの名前も把握してるんだ。俺はうっしゃー、うわー、うわーっと、うわー、バカどもが。こっちしようか。本当はもうやり直すつもりで来たんだけど、俺はよ、最初からやり直すつもりで来たんだから、つい来てしまったようだな。なんだこいつは。ちょっと危ねえな。ちょっと危険すぎる。ちょっとあいつら戦いすぎて、なんかあれだな、戦いすぎる。ちょっともう逆になんか普通の敵となんか戦い方がちょっとわかんなくなってきた。なにこいつ、倒せないのか。多分そういうことだな、倒せない系か。え、ちょっと一回隠しようぜ。回復をよこせ。いやでも多分この先あんじゃねえかな。おー、ナイス。まあ、これでいいぞ。で、こいつはシカトしていくと。このピンキーはシカト。いや、多分この先になんかあるんだろう。多分落ちてんだろう。回復的なあれは。ってなると、きついぞ。おー、よしよしよし。ナイス。うっそー。え、ちょっと待って待って。一応、この1が。この1個、よし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 。このけ余計なこと、万全の状態かなと。いや、ちょっと待って、一応1個だけあるのか。なるほどね。まあ、動きを見るのがあれだろ。動きを見るのが重要だな。うわ、やばそう。あ、待て、何、まったらかんの。これ先は通さない。何、まとめてやんの。それは無理だろ。覚悟なさい。合体か、それとも。お、やめておけ。X か。お前たちの子の相手じゃない。下がれ。X さん。しかし。チー。わかりました。ようやく会えたね、ゼル。僕は伝説の家である君に会うの楽しみしていたんだよ。お前か、X のコピーというのは。X オリジナルの完璧なるコピーだよ。壊した世界から人間を救った新たな伝説の家さ。知っているかい、人間は今はかつてないほどの繁栄を取り戻した。人間が思い止めたユートピアがネオアルカデでようやく実現したんだ。かつて君はオリジナルの X でさえ気づくことのできなかったことも、真のパラダイスがこのように誕生したんだ。この僕のおかげでね。無実のレベルオーダーでも大量に処理していた平和か。お前もこの世界も全てまがいものだな。君は僕の想像通り愉快な人だね。君のような人の楽しい時間を過ごして本当によかったよ。じゃあそろそろ仕事を始めるとしますか。うわ、絶対やばいじゃん。ちょっと待って、一回ちょっと様子見るか。遠距離で行こうぜ。おお、色変えたね。うお、この野郎。いや、この調子でいけない。くそ。いやいやいや、向きになる向きになるね、向きになるんだよ。
冷静になれ。一回これ使うぜ。あれ、その物残ったっけ俺。まだ残ってたじゃん一気。うわ、もったいね。使っちまった。あのピカーンだったらやばいんだよな。うまい具合にかわすね。おお、雷じじい、お前も雷じじいだった。いい勝負してんな。うわ、水瓶型危ねえ。どうよ、弱いな。弱いのか結構今頑張ったけどな。オリジナルネクスもそんな良かったのか。なんだと。記憶はなくしたが体はかつてのとも覚えているだ。エクスはもっと強かった。おお、よし、わかった。僕の真の力をお前に見せてやろう。ああ、やばそう。おい、やばいことやってくんのかおめえは。シグマ系かお前。自分なんかあれだな、カラフルなあれだな。もう絶対死ぬじゃねえか俺。うーわ、何それ何それ、シグマ的なあれ。おお、おお、うぅ、さばき。あ、ちょっと動き見せて。なんということ。これどっから、こっからか。おいた、どうだ。これも第三形態無理だぞ、さすがに無理だぞ。よし、オッケー。なぜだ、完璧なるコビーのはずのこの部下はなぜこんな目に。英雄じゃなかったのか。今少しだけ思い出した。あいつお前みたいな単純なやつじゃない。いつも悩んでばかりの育児なしだってさ。だからこそやつは英雄になれたんだ。お前だけ撃て、道連れにしてよ。最初防衛ライン突破しました。自爆させ危険要因を排除する。間に合うか。おお、これ脱出とかねえだろうな。大丈夫か。さすがに無理だぞ。君が僕を残しこの世界から姿を消してから、僕は100年近くたった一人でとんでもない数の遊戯を戦っていたんだよ。それは辛く悲しい戦いの日々だった。しかし何よりも悲しかったのは、だんだん何も感じなくなってくる自分の心だったんだ。ゼロ、この世界のことはしばらくに任したい。だからこの僕をまだもう少しの間休ませてほしい。 X か、 X だよね。お前が本当に X か。仕方がないやつだ。だがそんなやつだからこそ一緒に戦うことができたかったな。もう大量にいるな。こいつら撲滅しなきゃいけないのか俺たちは。わがままは聞いてやろう。しばらくは俺に任せてゆっくり休め。俺は悩まない。目の前に敵が現れたならただ聞けるまでだ。いいね。おほほほ、やっぱ X 似てるな、この敵のあれが。いや、ゼロかっけえな、やっぱなんか。え？終わってしまった。終わってしまった。重厚だな。ドゥーン、ドゥッドゥッドゥーン、ドゥッドゥ。いやー、恐ろしいゲームだったな、マジで。マジで恐ろしいよ。とんでもないな。
ちょっとなんか手軽にできるのかなと思ったら本家のロックの入り難しいんじゃない、もしかしたら。一応ってやり直しができるからな、あっちは1アップさえ取れば。こっちはもうなんつうの、死んだらもうやり直しができないという、ま、できないくてさらにまあどんどん進んでってっていう。で最終的にまあ行き着くところはまあ一緒なんだろうけど、なんだろうな、そこで死んだらまた最初からみたいな。でまた四天王倒して、まあ四天王倒さなくてもまたあの最初のボスラッシュから始まってみたいな。でX に負けたらまた最初からやり直しみたいな感じだ。やばいだろマジで。あれ俺多分運が良かったから良かったけどさ、さっきさ運が良かったから絶対無理だったもんな、どう考えても。ギリギリの戦いだったなっていう。いやだから今日あれだったんだよ、もう俺最初からやるつもりだったんだよ。もう最初からなんかもう負けたらっつうか、なんつうかもう、まあ、何回かやってもダメだったらもう最初からちょっとやり直してちょっとあれかな、あれしようかなと思ったけど、まあ一応クリアしてしまったんだな。俺はまだね、あのおそらくあのあいつらがまあ知ってんのだと思うんだけどさ、あの緑のやつとかさあいつらとおそらく知ってんのだと思うんだが、全然誰も把握してないっつうの。見た目っつうかなんつうの、名前が全然分かってないけど。それでいいんだろうかっていうのが謎があるけど、いや恐ろしいゲームだったな。しかしかなりでもやりごたえがあったね。シンプルかつなんかなんつうの、ほんともまだそんななんつうのかな、もう絶対負けられないっていうのがあるんじゃないか、ま、絶対負けられないっていう緊張感っていうのかな。だからあれすごい本当に、まあ、負けたらどうしようかなまたやり直しっていうのが。でも斬新だったな、ステージが消えるっていうね、ステージが消えるっていうのがなんつうの、そのそれは本当びっくりしたっつうか、今までのそのなんつうの概念を覆してきたもんな。今までだったらそのなんつうの、ま、いくらでもやり直しができるっつうかさ、でも途中からもやり直し効くしみたいな、そのチェックポイントみたいなとこからなくなるっていう、まさかとんでもない話だよ。まあでもあとあれだろ、多分あいつらがボスでしょだって、各ステージのおそらくは。まあ一人なんか変なやつだけどな、なんか下からなんかボコって出してくるやつとかなんかいて、なんかレッスラーかどっかのボスかなんかいてやろ。最後の遊んでくれてありがとう。いやこちらこそすげえ、なんか歯応えのあるゲームをなんかありがとうございますって感じだな。どうしようかな、なんかないの、2周目でなんかなんつうの引き継ぎ的な。負け犬って頑張ったんだからもう勘弁してくれよもうハードモードなんてあんの、あれでハードモードってやばくね、そらやべえよ、そらやばすぎだろ。まあとりあえず、まあ帰るとするか、とりあえず帰るわ。おう、さらばだ。